今日はですね。記憶スペクトラム、そして時間についての講義となります。まあ、サバンシンドロームっていうのあるのは皆さん知っていると思うんですけど、まあ、えー、これはですね。全体的にあの知性が高いとかいうよりもそのある特。 定の領域においいてが高いとで、これ、アイランド・ブ・ジーニアス、えー、天才の島とか言われてるんですけど、大体いいですね、自閉症の方の10人に1人がにそういうものが見られる。で、サヴァンとはいろんなその能力があるんですけど、その中でも、えー、記憶力が非常に高いということが特徴だと言われてるんですね。で、レインマンは、えー、まあ、そういうサバァンの、えー、まあ、 人をダスティン・ホーマンが演じていて、それに対してトム・クルーがそのお兄さんを演じていて、弟かなを演じていて、その二人の関わりを描いた、えーまあ、作品なんですけど、このレインマンのモデルになった人がですね、このキン・ピークという人です。で、キン・ピークは、まあ、非常にあの有名なサヴァンの人でですね、だいたい九千冊の本を全部スキャンして覚えたと言われてるんですけど、読んだ本は逆さまにして、えー、もうスキャン終わりってなってるんですね。ですから、そのあるお父さんがですね、ある時そのキン・ピークの、えー、っていうか家のですね、本が いくつかさんでだって聞いたら、キムが全部それはスキャンが終わっただと、実際その、えっ、ー、と、レッドオーバーを探すという本をですね、1時間25分で読んで、で、4か月後に、えー、ロシアの、例えば、その、えっ、ー、とつ、通信オペレーターの名前を聞くと答えられたし、それからいくつかのページについては、えー、バーバティブ、文字通り、一語一句同じように言えたと、そういう記憶力があるんですね。で、えっ、ー、と、まあえっ、ー、と、キムピークの脳は大きくて、上位1%に入るんですけど、えっ、ー、と、非常に大きな特徴としては、えぇ、ー、能力 脳がですね、左右の脳をつなぐ脳量が生まれつき欠損していたということが分かっていること、と、それが小脳がですね、ちょっと萎縮していると、でこのような傾向があって、左と右の脳,脳の脳大の脳の皮質がですね、おそらく独立してそのあの機能していたと。だからそのえっと えっと、右の脳反響では左視野。右の、左の脳反球では右視野を同時に並行してスキャンできたんじゃないかとも言われてるんですね。で、僕はあの、2009年にフジテレビのベストハウス123という番組の取材で、えー、ソウルトレクシティにキムを、キムとですね、お父さんフランピークを訪ねました。えー、左上にある写真はですね、えー、っと、お父さん、フランピークはですね、この、キムピークをモデルとしたレインマンという映画が、えー、アカデミー脚本賞を取った時の、えー、 オスカー像なんですけど、えー、と要するに、キムはいろんなとこでその規制を走したいとか目立つ振る舞いをしてしまうんですね。で、そういう時にお父さんのフランピークが、いや、この子は実は、あの、 レインマンのモデルなんですって言って、で、そのオスカー像を握らせたと。だから、えっと、何万人の人にもこのオスカー像が握られていて、で、フランは、フランピーク、お父さんのフランピークはですね、このオスカー像は世界で最も多くの人に握られたオスカー像だと思うとおっしゃってました。で、キムピークは一言言うとどん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 連想が進んでしまって、ほとんどですね、そのコントロール不能なんですね。どん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 連想が進んでしまうんで、非常に膨大な記憶に基づいて。なので、えっと、キムピークについて認知実験というかですね、その能力 こう客観的に検証するような、えー、実験をすることは極めて難しかったので、今はもう金品クなくなってしまったんですが、残念ながら。えーあの なんか、キム・ピークの能力の詳細を調べた論文は存在していません。で、あのー、キム・ピークは非常にそのいろんなことをよく覚えてる人なんですけど、その記憶のですね、えー、水上に住んだ人の中で非常に面白い事象として、あのー、自分の自伝的記憶、例えばだから自分の人生のある時にこういうことが起こったということが、えー、詳細に覚えてる人たちがいまして、その人たちをハイパーサイズメチアと言います。 で、これもまた、エピソンハウス123の、えー、収録でですね、僕はその、えー、リック・バノンっていう、その、クリーブランドにいる、えー、ハイパーサイン・メージアの人を訪ねたことがあるんですけど、この人は非常にあの、詳細にいろんなことを覚えていて、本当に、えっ、ー、と、何年何月何日にピザを食べたとか、何年何月何日にどっかどこまで飛行機に乗ったとか、そういうことを覚えてるんですけど、40過ぎるまで彼は自分がそういう特別な能力を持ってるとは気づいてなくて、みんながそういう能力を持ってた、持ってると思ってたらしいんですね。 で、あと、リクバロンは、その、高校とかの成績はごく平凡で、で、いわゆる暗記科目みたいなものも全く成績良くなくて、つまりだから、自伝的記憶、オートバイオグラフィックメモリーについてだけ、えー、なんか得意的に優れた人だったんですね。 で、リックバロン、残念ながら亡くなってしまったんですけど、あの、部屋の中が僕、未だに印象的だったんですけど、全部左右対称に置いたんですよ、ものが。すべて、幾何学的に左右対称に置いたって、そういうこととですね、リックバロンのその、えー、自伝的記憶が非常に優れているということの関係はどういうことなのかな、と、時々振り返って考えてみることがあります。えー、で、この、えー、ハイパーサイメージアのですね、最初の事例というのは、ジル・プライスという女性なんですね。で、このジル・プライスは、えっ、ー、と、この、 The woman who can't forget という本の中で非常に有名になって、これがジ,プライスがジル・プライスがですね、最初の学会に報告されたそういう事例になったわけです。で、これはジル・プライスのその自伝的記憶の詳細を検証したものなんですけど、例えばこれイースターですね、復活祭が何年には何月何日で、その時どういうことが起こったかということについて、詳細にジル・プライスに聞いてそれを検証した。 結果なんですけどこういう記憶があるのと、それからその日付を言うとその時に起こった有名な事件とか出来事を言えるとで、逆にある有名な事件とか出来事を言うと、逆にそれが何月何日に起こったかということを言えるという、こういうことをです、ね、ニューロケースという論文,、えー、論文書の中で研究者たちがジルプライズについて報告しています。 で、ジル・プライスのですね、えっ、ー、と、実は、えー、能力はですね、えっ、ー、と、IQ とかは、ごく平凡、普通なんですね。ですからこ、これが常に、その、えっ、ー、と、サーバンについて言われる面白いことで、つまり、ある特定の能力の、 えー、領域については極めて非凡な能力があるんですけど、他のことについては平均的であると。ですから、これが脳のその機能の、えー、なんていうか、コンパートメラリゼーションというんですかね、ある脳の機能があるところだけ特異的に発達するということがどうも世の中にあるようだということが、このような人の研究でわかるわけです。で、この、えっ、ー、と、まあ、我々がその自伝的記憶、いつど、どこで何が起こったかということを記憶するのは、そのエピソード記憶と言われるんですけども、エピソード記憶のような記憶が、えー、人間以外の動物でも、 あるということが分かっていまして、これはですね、えっ、ー、と、スクラブジ J っていうのその、えー、鳥ですね、が、キャッシングっていう行為をして、そのキャッシングをした後に、えー、まあ、なんていうんですか、それをまあ、サーチしている、そのキャッシングしたらですね、えー、餌をサーチしている画像なんですけども、このように、えー、なんか、えー、例えばですね、どこに置いたか、何を置いたか、 いつ置いたか、どこにいつ何をというこの3要素が全部揃うような、えー、サーチ、検索をすることができるんですね。で、これがまさにエピソード記憶の本いつどこで何をというね、w h a ファイン n what,、uh, w、uh, この3つの要素が重要なんですけど、じゃあなんでこのスクラブ J という鳥にとってそれが大事なのかというとですね、えー、例えば、えっ、ー、と、虫の幼虫、ワームをですね、えー、隠したときと、 えー、ナッツ、えー、の、好みを隠した時では、それが腐りやすさだったら違うんですよね。だワーム隠した時には、早く食べなくちゃいけないし、ナッツ隠した時には、えー、そんなに早く食べなくてもいいと。でも、ですから、その、どこに隠したかってのは、覚えてくこうとは、途中、当然、当然重要なんですけど、いつ隠したかと。 それを覚えとかないと、それを、えっ、ー、と、もしワームだったら早く食べたくちゃいけないし、ナッツだとそんなに早く食べなくてもいいんですよね。だからキャッシュした後に、えー、それをどれ、どのように探すかっていう行動を見ることによって、実際にこのスカーブルの中にエピソード記憶があることがわかるわけですね。 で、えーと、もうちょっとそのオートバイオグラフィカメモリー、自伝的記憶の例をちょっと紹介したいんですけど、HK デリーベリーという人は、ですね、えー、ジン・ブラッドフォードという人によって見出されて、このやはり自伝的記憶が非常に優れているということが分かったんですけども、もで、彼はですね、えー、とジン・ブラッドフォードある時ですね、お店行ったら、その店の片隅で子供が、まあ、ちょっと お店の人も見る時間がなくて、えー、一人で遊んでるのを見たんですね。それを見てこの、その子に興味を持って、でもジン・ブラッドフォードがいろんなことをしてあげて、で、徐々にその、えー、いろんな才能が開花していくという非常に感動的な本なんですけども、えー、この HK、えー、っていう、まあ、いうふうにこの論文の中では、えー、まあ、省略されている HK さんはですね、えっ、ー、と、事前的記憶が非常に、あの、優れていて、 で、この時点では、えっ、ー、と、ジルブライスについて、第2、第二の事例だったんですね。で、生まれつき、その、えっ、ー、と、創山で生まれつき目が見えなくて全貌だったんですね。全貌だったんですけども、その、えー、まあオートラフバライオカメラが非常に優れていて、こういう時にこういうことがあったってことを覚えてると。ですから、その、我々事前的記憶というと、視覚、視覚を通して見た風景とかそういうことを思い浮かべがちなんですけど、この HK さんの場合には、えっ、ー、と、その、聞こえてたこととか、そのことの出来事とか、そういうことを、えー、エピソード、 エピソディックメモリー、オートバイオグラフィカメモリーとして覚えてるんですね。で、HK さんのジェアインテリジェンスとか、それからスタンダードメモリーテスト、標準的なメモリーテストは、えー、その、えー、パフォーマンスはやっぱりあ平均なんですね。ですから、HK さんの場合には、あこれ HK ですね。HK さんの場合には、あの、なぜかそのオートバイオグラフィカメモリーだけが、 特異、えー、的に優れていたということなんですね。で、HK さんの場合にはです、ね、脳のイメージングによって面白いことが分かってまして、えー、アミグダラ、変桃体とヒポ、ね、キャンパス、海馬との間の結合が他の人よりも普通の典型的な人よりもです、ね、優位に高かったということが分かってるんですね。でこの感情と 記憶の関係って面白くてですね、えっ、ー、と、まあ、感情の中心がアミグダラなんですけど、そのアミグダラ、扁動体とですね、えっ、ー、と、様々な、例えばそのソフト連合やのですね、記憶の回路とか、そういうことが、あるいはその前頭葉とかが、えー、やり取りを、情報のやり取りをしているってことが分かっています。さらに面白いのはですね、えっ、ー、と、ハイポザミック・ピュティアリー・アドレニアル・エクセス、HPA ・アクセスですね、ここが出るストレスホルモンによって、えっ、ー、と、中、 ある程度時間の幅が長い期間において、記憶のコンソリデーション、再固定化がですね、進むんじゃないかと。つまりだから、非常に感情を動かされたことってことについては、それをよく記憶するようなメカニズムが脳の中にあるということです。ただ、これはあのバックファイアーというかですね、悪いことを及ぼすこともあるわけで、その一つが PTSD ですね。PTSD は、えー、大体ですね、えー、人生において、えー、人生のどこかで PTSD に の原因になるようなトラウマ経験に遭遇する客自体だって50%ぐらいと言われてるんですけど、その中の5%、男性でいうと5%、それから女,女性でいうと10%ぐらいが PTSD を出すことがあると。ですから、その PTSD っていうのはその感情の動きが激しすぎて、そのに結びついた記憶が強固にできてしまうという事例であって、それはそれで非常に困ったことなんですよ さて、あの、記憶という、メモリーというとですね、コンピューターの使い方はムのロ、ムアの法則ということが知られているわけです。で、ムアの法則って何かというと、18ヶ月ごとに、えー、集積回路の、えー、集積度が2倍になるということですね。これによってメモリーがどんどん上がっていくんですけど、このムアの法則がどれくらい続くかということについていろんな議論があって、この2015年のクマーの論文では、えー、まあ、最後はコンプトン調、 えと光と波動の、粒子と波動の二重性ということからその、えー、と物質の波動、あのコンプトン調というの波動としての、えー、と長さがありますよね。それぐ程度のところまで限界としていっちゃうんじゃないかというようなことも議論されていて、でえー、とこの論文の結論はです、ねえー、と2015年の論文ですけど、3四十0年、つまり今世紀の半ばぐらいには、ムアの,はムアの法則はです、ね、物理的な限界に達すんじゃないかというふうに予想してるんですね。で考えてみますとというのはこののはこ限られた容量の中で 記憶を蓄えることがチャレンジなわけですから、どれくらい記憶を蓄えることができるかってことは確かにその脳の進化における非常に重要な到達だったはずなんですね。で、えっ、ー、と、この、えっ、ー、と、2015年の論文はですね、えー、その電子顕微鏡による、えー、構造の再構成を通して、そのシナプス結合の構造の詳細を見たんですね。で、その結果、えっ、ー、と、シナプトの、シナプスの まあ結合の強度これ、コネクショニストモデルではよく WIJ って言って、WIJ を0から1まで、あるいは0、1で変化するみたいなことを言われるんですけど、この論文の結論はだいたい少なくとも26のえ異なる状態があるんじゃないかと、そうするとこれはえと2の5乗が32ですから、2の26ってことはだいうのは大体4.7ビット、4.7ビットの情報が、いくつものシナプスのあたりでえーコーティングできるんじゃないかというようなことを、ここではえまあ推定しています。 まあその人間の脳の、記憶の要領、限界は何なのかって面白い話なんですよね。先ほども言いましたように、脳の容量ってのは限界があるんで、その中にいかに多くの記憶を蓄えられるかってことが重要な進化の中での到達だったんですけど、もともと皆さんあのえっとよく 脳の10%しか使われてないみたいなことをよく言われて僕もよく聞かれることがんですけど、このですね、神話え、まあこれはまあ、ガセネタというか、え都市伝説なんですけど、それがどこから来たかというと、その偉大な心理学者のウィリアム・ジェームス、意思の流れっていうことをですね、提唱して、ウジェームスがえ、ウィリアム・シディスというですね、えまあ、チャイルドプロジティ、神童がいまして、その人について言及しているの,の中でえ、その人間の脳の能力には、えっ、ー、と、えっ、ー、と、実際に使っている人以上を使って 以上の能力潜在能力あるじゃないかといこと言ったんで,、ね、でこれが何で生まれだったかというとです、ね、デール・カーネギーのハートウィング・フレンズ・アンド・インフルエンス・ピープこれは日本でも翻訳されてものすごいあの大ヒット大ブームになったわけですけどその序文、えー、の中でウィリアムムジェームス、ハーバードのウィリアム・ジェームスが、えー、平均的な人は、えー、脳の潜在能力の10%しか、えー、使ってないんだと って言ってたということを書いてしまったんで、それ以来この10%の、えー、神話というのが人やる気するようになったんですね。ところでこの、えー、ウィリアム・ジェームズが、えーまあ、言及した振動なんですよね。ウィリアム・シズシという人は非常に面白い人で、えっ、ー、と、ハーバードに9歳で入ったんですけど、もともと、でも11歳で入ったんですけど、9歳で入ろうと思ったんだけど、子供だっていうんで断られたそうなんですけど、えっ、ー、と、18ヶ月、生後18ヶ月でニューヨーク・タイムズを読んでて、25の言語を喋ることができて、8歳の時には、 8、えー、の言語、ラテン語、グリシャ語、フランス語、ロシア語、ドイツ語、バイヘブライ語、トルコ語、アルメニア語を喋ることができてで、自分自身で作った、ベンダーグッドっていう、えー、言語もあったそうなんですね。で彼は、でも、早熟の天才だったんですけど、頭の良すぎる人ってあんまり体性しなかったりするんですね。 The Animate and the Inanimate って1925年の論文をあ本を書いたのと、それからこれは未完に行ってしまったんですけど、The Tribes and the States って、これはですね、アメリカのネイティブの方々がアメリカの民主主義の実は起源になっているんじゃないかということを指摘した興味深い本なんですけど、この The Animate and the Inanimate って本はですね、えー、と今、えーと、Amazon で、Kindle で読むことができます。この、えー、とブックレビューを見ますとですね、えー、レ,レイカーツワイル、えー、シングライティー、 特異点ということを、技術的得意点ということを言った人で有名なんですけど、えその人よりも早く、しかももっと、えっ、ー、と、適切な、高度な内容のシンギアイティの概念を提案してたんじゃないかっていう評価もあるぐらい、えー、この早熟の天才だったですね、えー、シル、えー、ウィリアム・シルはですね、えー、面白い人だったんですけど、まあ、もし興味があるから読んでみてください。えー、ところであの、私の、えー、っと、研究者の中にアラン・スナイダーという人がいます。この人はあの非常に変わった人で、シドニー大学の教授なんですけども、えー、<laughs> もっともっと出てた。 電気、えー、光学、電子工学の世界で、マルコニー賞っていうのを取ってる、えー、すごい評価された人なんですけど、彼がですね、その、我々の脳のサバン能力というのは、実は、あの、解放することができるんだと。で、なぜ我々はサバン能力を解放できないのかというと、普段はその脳のトップダウンのですね、えー、解釈によって、えっ、ー、と、生の情報に接してないからで、で、左の前頭葉を TMS という方法で抑止すると、えー、その、 ボトムアップの生の情報にアクセスできるようになって、我々はみんなサバンになることができるんだってことを主張してて、そういう実験をして,してたんですね。で、僕もシドニーで彼の実験の被験者になったことがあります。で、このトランスクレニアルマグネティックスティミュレーション TMS というのはですね、まあ、軽頭蓋、頭蓋骨を通してその受激刺激を加えて、えー、脳の神経細胞の活動を上げたり下げたりするような方法なんですね。で、これは一部治療にも使われていまして、これはあの、 えー、2014年の詳細なレビュー論文なんですけど、この TMS はですね、えー、例えば、えー、ディプレッション、う、え、つ、ー、状態ですね、これは痛み、それからモーターストローク、えーまあ、運動の障害、そしてスキゾフレニア、あの、投資症などには、えー、ある程度有効かもしれないという、そういう、えー、エビデンスがあるという、えー、評価になっています。で、あの、もちろん脳の え、記憶の容量ってのは限界があるんですけど、それをなんとか補えないかっていうようなことを考えている人たちもいて、そのうちの一人がこのイーロン・マスクです。で、イーロン・マスクはもうちょい皆さん知ってると思うんですけど、いろんなことやってる人で、で、彼はですね、シングルオーサーでこういう論文を書いたりするんですね。これはニューラリンクっていう彼がやってブレインマッシンインターフェースの、えー、プラットフォームの論文なんですけど、これを読むとですね、2019年ですけども、非常に詳細な検討をしていまして、例えばここではその脳に刺す電極の形状とか、えー、太さについていろいろ、 え、検討してますし、それからこれもですね、えっ、ー、と、その、えっ、ー、と、電極の素材とかですね、どういうメカニズムでそれを入れるかということについて検討してほしい。これはですね、え、アガロースの、えー、脳の模型ですね、そこに、えー、これを実証して刺すという。 え、それでどういうことが起こるかってことでやってたりとか、あるいはこれはその、えっ、ー、と、電極を刺すときのその、えっ、ー、と、メカニズムですね。えー、例えば、光学光源をどうするかとか、それをどうモニターするかとか、どうやってその、電極が刺されたことを、えー、ベリフィケーション、実証するのかっていうようなことを、えー、こういうふうに、えー、展開しています。それから、それから、えっ、ー、と、まあ、例えば、え、その、インサーションの、 電極を刺す、成功率が87.1%だったとかとか、あと、に、1秒1分間に大体30クトロ、エレクトロード、29.6エレクトロードぐらい刺せるよみたいなシステム開発をしてて、で、要するにだから、このイーロンマスクのニューラリンクの、ね、特徴はですね、えっ、ー、と、まあ、こういう電極を刺して脳計測をするってアプローチ自体今までもあったんですけど、それを非常に、正確に、えっと、同時並列的にできる。しかもこういうデータを取れるとたくさんのですね、そういうことをイーロンマスクが単独、シングルオーサーで書いてるわけです。だから もうイーロンマスク忙しいんだろうけど、これは誰が書いてるのかなと、ご本人が全部書いてるとも思えないんで、だから科学論文の書き方とはちょっと違う、ホワイトペーパーの書き方なんですかね、このイーロンマスクが代表となってニューラリンクのプロジェクトを立ち上げてて、いろんな人がコラボしてて、ただ、大沢としてはイーロンマスクが書いてるっていう、そういう形式のペーパーがあるので、もしよかったら見てみてください。 さあ、この記憶とですね、知性の関係ってのは非常に興味深いところがあるんですけど、あ僕あの昔、ケンブリッジ大学に行ったときですね、そのケンブリッジ大学の生理学研究所の、あ、しかの、エクスペリメンタルサイコロジーか、の図書館でいろんな雑誌とか本を読んだときに、あの、この手の、えっ、ー、と、まあ、データってのはよく繰り返してるんですけど、ワーキングメモリーと IQ のあたりに性の相関があるっていう。で、これは我々の直感に、まあ、 照らしてて合ってると思うんですよねえつまり一度に多くの情報に参照できる人が実は IQ が高いそうだということでえこのあたりのです、ね、メモリーと IQ の関係ってのは非常に注目すべきところだと思いますここからいくつかです、ね、私があの長年使っている <laughs> これも20年ぐらい使っている古典的なスライドをご紹介しますが、まあ、記憶というのはこのエピソード記憶として、えー、一つ一つの記憶が定着するだけじゃなくてそれが長年にわたって、まあ、編集されて 意味記憶になっていくわけで、このプロセスを考えるのが大事であろうと。で、そうなってくると、だん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 、その、えー、まあ、想像することに近づいていくんですね。記憶することは想像することに近いと言ったのが、えー、ロジャー・ペンローズさんなんですが、まあ、2020年ノーベル物理学賞を受けられた方ですね。ペ,ペンローズさんは、あの、僕一度、オックスフォードに訪ねたときに、すごく面白いことがあってですね。 えっと、ペンローズと僕の、えっ、ー、と、ツーショット写真は確か1回目の授業かなんかでご紹介したと思うんですが、あの、ペンローズがですね、久しぶりにそのオフィスに行くんで、えー、鍵、束を持ってたんですけど、鍵の束のうちどれがそのオフィスに行く束、鍵かわかんなかっちゃったんですね。普通の人はその鍵のヘッドを見ると思うんですけど、 えー、ペンロードさんはですね、その鍵の、その切れ込みのパターンをこうやって一つ一つ見て、切れ込みのパターある切れ込みのパターンを見て、あ、これだって見つけて、で、その鍵を、えっ、ー、と、鍵穴に入れたらカチャッと開いたっていう、なんか、そういう非常に愉快なエピソードを覚えています。 で、この、まあ、ルジャペンローズさんが言うように、その思い出すことは想像することに似ていると。もともと脳の中にはフィーリング・オブ・ノーイングといって前頭葉にですね、この記憶は知っているということを立ち上げる回路があるとされているんですね。これはある種のメタメモリーと言われるものなんですけど、で、そのフィーリング・オブ・ノーイングが立ち上がったのにもかかわらず、えっ、ー、と、側頭連合かが前頭葉に、えー、記憶が引き出せないのが、いわゆるドワスレという状態なんですけど、 えとこのですね、記憶を思い出すということとなんかそのありか何かを想像するということは実際に似てると、何かを想像するときというのはこういうものが欲しいんだよねとかこういうことを生み出したいんだよねと思ってて、それにえとあったえ何か、何うんですか、情報を引き出して、ソクトリン語やから引き出してくるというのが えー、まあ、想像するということなんで、そういう意味においては想像することと思い出すことは実際に似ているということができるんじゃないかなと思います。で、このようなそのフィーリングオブノーイングだとか、あるいはその思い出したことに対する確信度ですね。で、これは想像したときにその想像したものがいいものであるということの確信度にも想像するんですけど、こういうものをメタメモリーと一緒に言うわけです。で、その脳の計測においてそのメタメモリーの、えーね、関与する前頭を中心とするですね、えー、働きが徐々に明らかになってきています。えー、これについてはですね、ぜひこういう論文を参照して していただいていろいろ研究の、えー、けあの計画とかですね立てていただけていいのかなと思います。でこの記憶っていうのはその認知症などのそのエイジングですね、加齢現象との関連においても非常に注目されるところなんですが、まあ、典型的にはですねそのエピソード記憶と意味記憶だとエピソード記憶の方が先に落ちるんですよ。これは我々の経験に照らしてもそうだと思うんですよ。で意味記憶というのはさまざまなエピソードの記憶を総合して編集して 深めていくものなんで、意味記憶については、そのピークはより後の年齢の方で訪れるわけなんですけど、ただ、面白いことに、ですね、えー、とこれは、えー、その脳の認知パフォーマンスが各年齢のグループによって、どのような分布をしているかということなんですけど、ちょっと見ていただきたいんですけど、このようにです、ねえー、なんか、えー、と35歳とか40歳とか低い時には当然高い方にポピュレーションがあるんですけど、注目していただきたいのは、75とか80とか85になっても、高い人は高いままなんですよね。 だ年齢差が非常にあの個人差が大きくなっていくと。 いうことを知っていただきたいのと、例えばこの図もですね、えー、と、A なんかはのの、海馬の体積を見たものなんですけど、このように各年齢において確かに高齢になっていくと、海馬の体積が小さい人が増えていくんですけど、ただその薄く青になっているところを見ていただければわかるんですけど、ある体積を持っている人というのはどの年齢にも存在する。だ高齢者の方でも、えー、なんていうか、 えー、会話の体積が高い人もいるし、それから注目していただきたいのは、えー、その前頭葉のホワイトマター白質の、えー、体積がどれぐらい変わるかということなんですけど、高齢の方ってのは当然落ちる方も多いんですけど、えっ、ー、と、若い人でもそのホワイト白質が、えー、年,年齢等に落ちる人もいると。さらに、えー、高齢の方でも前頭葉の白質が 上がる方もいらっしゃる。だからこういうふうに個人差が非常に大きいということですね。それからその、えっ、ー、と、ワーキングメモリーを立ち上げるときに、その全体の DLPFC のアクティビティがですね、アップレギュレーション上がるという、その線形に上がるという現象があるんですけど、これも通常は若い人の方がそれができて、お年寄り、加齢された方はできなくなるんですけど、これも、 お年寄りでもアップグレー,デギレーションすることがあるということで、えっ、ー、と、このような個人差が非常に大きいということですね。ところでその記憶についてですね、徹底的にその、鍛えている人たちが、ワールドメモリーチャンピオンシップの出場者たちです。で、ワールドメモリーチャンピオンシップはですね、例えば1時間でランダムな数字を覚えるとか、えっ、ー、と、あと面白いのは、えっ、ー、と、あれですね、4番ですね、30分でバイナリーデジゼロ一の、<laughs> なんか本当に地獄だと思うんですけど、えっ、ー、と、01のランダムな数字を覚えるとか、そしてこの世界記憶予防選手権の、えっ、ー ハイライトといえば、スピードカードといって、52のですね、これ、世界恐力選手権のチャンピオンのアンドレアン・マツイがですね、えー、そのスピードカードをやってるところなんですけど、52の、えー、トランプのランダムな配列を、えー、何秒で覚えられるか、今これ、まず覚えてるんですけどこのスピードで覚え、このスピードで覚えていて、で、スキャンし終わったら、対策を押して、 あと何をするすかこれはこれで置いといて新しいトランプのテックを置ってそれを同じように並べましてでその並べたトランプのテックとも、えー、とも、えー、とのえっとやつを比べて今答え合わせったというこれが全部一致したら正解ということでデモンの記憶をしていましたと実証作とかこういう驚くべき スピードカードをやっていたベン・プリドマアという人にやはり、やっぱりレストハウスワン・ツー,ー,、えー・スキーの取材でイギリスに訪ねています。でプリドマ、ねえーはオフィスワーカー、普通の事務所長なんですね。で特にその学校の成績とか目立ったことはなかったんですけど、えー、とあるとき思い立ってそのスピードカードを徹底的にやろうと思ってやって、えー、な彼のやり方はです、ね、2組、 2枚一組で、その要するに 52×51、約2500の組み合わせがあるんですけど、それをすべて同じあるイメージにまずマップするんですね。で、あとはその、えっ、ー、と、そのイメージを元に、例えアヒルがの机の下で、 えー、ご飯を、なんか、赤いバラと一緒にいってみたいな、そういうイメージを映像にして、その映像を覚えることによって、スピードカードの、あの、えー、ランダムな文字列を、あの、カードの配置を覚えるということで、それは多くの世界記憶力選手権のチャンピオンがやっていることのようです。で、このように、だから記憶力っていうのは努力によって鍛えることもできるんですけど、一方でその生まれつき優れ、えー、た記憶力を持っている人がいて、それはその、えー、ルディアが研究した、えー、S という人の知例ですね。で、この S という人は、その、えー もともと記者だったんですけども、全くその記事を書くときにです、ね、メモを取らなくて、でえー、とそれでも完璧な、えー、と記事を書くことができてで、実はこの人は聞いたことは二度と忘れないという非常に特殊な能力を持っていたことが分かったわけです。でこの、えー、と男を、えー、そのアアロシアの、ね、生理学者だったアレクサンドロ ルディアに紹介した人がいまして、で、ルディアはその後、長年にわたってこの S のことを調べ続けたわけです。で、この S は結局なんでそんな驚くべき記憶力があるのかというと、いろんなことがあったんですけど、一つの特徴として彼は、えっ、ー、と、共感覚を持ってたわけですね。で、この共感覚というのは、そのきえっ、ー、と、偉大な記憶力を持っている人が時々持つ、えー、能力です。この共感覚は何かというと、例えばある数字がある色に結びついている。 数字の6が赤だとか、そういうようなことを共感覚というんですね。で、この共感覚は、まあ通常は、例えば遺伝的な要因が高いだろうと思われてるんですけど、一つ非常に面白い研究がありまして、 それはですね何かというと、フィッシャー・プライスなどが出しているその子供用のマグネットがあるんですね、このマグネットは、例えばアルファベットだと、A が赤とか B がオレンジとか、C が黄色とか、そういうふうになんかその色が決まっていると、実はですねその共感覚者の中には、このようなそのまあ子供の時に見たであろう、フィッシャー・プライスのマグネットみたいなものを通して、アルファベットと色の結びつきを得ている人がどうもいるらしいと。 つまりだからその、共感覚というのは、なんかその、抽象的な概念として結びついている、色とね、え、アルファベットが結びついているというケースもあるのかもしれませんが、このように、ある特定の、まあ、遊具とか、えー、まあ、シーシャープライスのこの、こういうものを具体的なその経験として覚えていて、あるし、いわば、反り込み現象としてそういうことを覚えている人もどうもいるのではないかということが、えー、わかってきたわけ。 なんですね。で、えっ、ー、と、この一方ですね、共感覚っていうのは女性の方が多いということが言われることもあります。で、この研究はですね、えー、と共感覚は女性に多いんだろうかというようなことを研究した2015年の論文なんですけど、でこの研究の論文、この論文の結論はですね、えっ、ー、と、今、えっ、ー、と、その分子、そのいろんな研究の中で、例えば女性は男性の6倍ぐらい、共感覚者が多いというような、えー、そういう、えー、 このもあるんだけど、このとのここの、彼らのですね、えっ、ー、と研究のに基づくと、えー、どうもそうではないわけでして、えーと、女性が特に共感覚が多いってことはないと。で、えっ、ー、と。 まあ、ひょっとしてなんで女性が今まで共感覚者が多いと言われていたのかというと、何らかの理由で女性が共感覚を持っている時には、それはなんかは、えーと、申し出やすいというような、えー、バイアスがあったんじゃないかと、そういう結論をしているんですね。だから男性と女性で共感覚の、えー、頻度はそんなに差がないというのがこの結論なんですね。それからその共感覚というのは、意識の中である文字が、例えば赤とか緑とか特定の色に見えるということなんですけど、えーと、それが無意識の領域でどのような、えーとまあ、処理をされているのかということを調べたのがこの論文で、えーと、フラッシュ サプレッションという現象があるんですけど、フラッシュサプレーションという言葉を使って、えー、と現象を使ってです、ね、でそのフラッシュサプレーションは、えー、その無意識の,とかの情報処理に関係するんですけど、それが共感覚と関係するかということを研究してで、結果としては共感覚とはどうも関係がないようだという、無意識の,その情報処理はですね、もし興味がある方は、これをちょっと見ていただきたいと思います。 で、えっ、ー、と、まあ、記憶が高い人は想像的なのかというと、トレードオフの関係があるんじゃないかって考えたもあって、つまり、えー、記憶力がある人は想像性は必ずしも高くないと。逆に、想像性が高い人は必ずしも記憶力が高くないっていうような、えー、ことを言われてるんですけど、ただ一方で明らかに両方とも素晴らしい方もいて、この、えー、モーツアウトの事例ですね。えー、グレゴリオ・アレッジの、アレグリのミゼーレルこれは、あの、システナラ・レイハドだけでパフォーム されるバチカンの秘曲だったんです門外不心だったんですけどえっと14歳の時にモーツァルトがローモーローマを訪ねてですねえっとこれを一回だけ聞いて覚えちゃったそれを原稿にえっと楽に書いてしまったとでのもう一回だけそのシスターリーハイドを訪ねて。 その自分の書いた楽譜が正しいことを確認した。このことによって、その、えー、門外不出の曲だった未精霊という曲が、えー、バチカンから <laughs> 流出してしまったというのが有名なエピソードとして知られています。ですから、モーツァルトのように、非常に優れた記憶を持っていたんだけど、同時に創造性に優れた人もいたということですね。で、この創造性とですね、えっ、ー、と、記憶の関係を考えていくと、どうしてもその記憶のまあ脆弱性ってこととすごく関係が出てきていてで、記憶ってのは単純にで、えっ、ー、と、それを えー、強それを正確にできればいいってことだけでもないと、でこれはあの日本ではスマホのっていうタイトルで、新潮社から翻訳出版されまして、大ベストさせらなった本なんですけど、これがも、えー、ともとのスウェーデン語の出版、えー、されたこ、えー、とばで、えー、英語ではインスタブレイン、インスタ,インスタグラム、インスタですね、インスタブレインという名前になっています。 で、我々がその普段スマホを使うことによって、まあ脳の記憶っていうのはだんだん衰えていくんですけど、それは監視もその悪いことばっかりではないと、つまり Google エフェクトと呼ばれるものがあって、これはあの自由意志の研究で有名だったウェグナーらがやった研究なんですけど、要するに、この情報は後で Google で検索的することができるということになると、そのことだけ覚えていて、情報の中身を覚えない傾向があるというまあ論文なんですけど、ただこれね、あの、なんていうかな、あの、 情報自体を知らなくても、例えばここのページに行けばわかるとか、ここの人に聞けばわかるとか、そういうふうに覚えておく、その文脈っていうかネットワークで覚えておくってことだって別になんか生存のために役があだけじゃないですか。だかその記憶は全部自分で抱え込んでいる必要はないわけですよね。だ脳のその適応戦略っていうことで言うと、この Google 効果っていうのは当然出てくるわけで、ですからその、脳、記憶の字という事象は、その全体として捉えないという意味がないと。で、それは同じようなことはフォールスメモリーってことも言われて、 その、有名なマンデラエフェクトっていうのがあってですね、マンデラ効果っていうのはですね、マンデラは、ネルソン・そのマンデラは実際には獄中から解放されて、南アメ南アフリカの最初の大統領になったわけですけど、だけど、その、えっ、ー、と、一部の人がですね、いや、マンデラが獄中で死んだというニュースを見たことがあるということを主張してたわけですね。これがマンデラ効果ってことで、偽の記憶が集団検証として成立したと。で、これは例えばですね、スターウォーズの 3CPO が、あ、C3PO が、<laughs> C3PO ですね、が、 全身金色だと思ってる人も多いんだけど、実は、えっ、ー、と、片方の足は銀色なんですね。あと、例えば、えっ、ー、と、白雪姫の女王が、鏡を鏡を鏡さんっていう、えっ、ー、と、日本語だで,ですね。英語だとミラーミラーオンザボールって言うんですけど、というふうに記憶している人が多いんですけど、実際にはマジックミラーオンザボールと言ってると。だこのようにその実際の本事実とですね、 違う記憶を持っている人が非常に多い。これがまあフォルスメモリーの、えー、まあ偽の記憶ということの非常に有名な知恵なんですね。で、その有名、偽の記憶を研究する上で非常によく使われるパラダイムが、 DJ ・ディーゼレディガー・マックダーマンという DRM タスクパラダイムというんですけどこれは例えばですねベッド・レスト・アウェイクのようにスリーフと潜在的に関係するような単語リストを作ってその単語リストの中にない単語があったと記憶してしまうというようなことを人工的に作れるとですからその偽の記憶を非常に効率よく単語リストという形で作れるというメカニズムでこれがだからその偽の記憶をかんえ えー、検討するときによく使われる、えー、手法になってるわけですね。で、この、えっ、ー、と、1997年の論文はですね、えっ、ー、と、この d r を使って、えー、聴覚から入った情報と視覚から入った情報は、どちらが偽の記憶に結びつきやすいかということを調べた研究なんですけど、結論としては聴覚から入った研究、えー、情報の方が、偽の記憶に結びつきやすいというような結果が出しています。ところで、その、えー、アンシュタインはですね、えー、創造性の秘密は、 えー、ソース、起、え、源、ー、を隠すことだよというようなことを言っているんですけれどもこの、まあ、偽の記憶と、 えー、創造性ととのの関関係係はどういういがあるのかとつまりだから、なんか記憶が変形しちゃうというか、別のものになっていくってことが創造性と近いような気もするんですけど、えー、これについてはですね、この2021年の出たらばっかりの論文ですけども、えー、いわゆる DRM の方法を使ってですね、先ほどご紹介したですね、えー、そのフォルスメモリーがどういうのができるかということと、えー、ダイバージェントシンキングっていうんでしょうかその、いろいろ拡散的にいろんなことを考えていく、そういう創造性の指標があるんですけども、えー、その間に性の相関があるということが、 が見つかっているわけなんですねですからあの記憶というのはただ必ずしも正確に覚えていればいいということではなくて、えー、偽の記憶を含めてさまざまなものに変形していくということがひょっとしたら我々の創造性と深く関係しているのかもしれないということです。で記憶というのはある意味ではタイムマシーンに乗るようなことなんですよね。 で、えー、とタイムマシンというのは過去のことも考えるし未来のことも予想するんですけど、えー、このですね2009年の論文は、えー、未来のことを想像することと未来のことを、えー、過去のことを思い,思い描くことこの2つの能領域の活動がオーバーラップしているとつまり過去と未来の能領域の活動は 近いとでこれは考えてみると当たり前でというのはその、えー、何で我々は記憶を持っているのかというと未来のことを予測するためになるわけですねですからデジャビューというのは、えー、未来のことを予測しようと思って過去の記憶を総動員していた時に、えー、そのことによって過去の記憶の回路とです、ね、未来を予測する回路がオーバーラップしてリソナンスしてで結果としてあたかも、えー、過去のことを。 えとこれから起こる未来のことを予想していることが過去にあったことのように思発覚してしまうというのが、まあ、デジャビューなんですけどそういうことが脳活動として捉えられているということですねそれからそのセマティックディベンジャーってその言語的に認知機能が落ちている方々がいらっしゃるんですけどこういう方々はその、えー、と未来のことを予想する時の脳活動がちょっと落ちてしまっているとでこういうことからもです、ねえー、と過去の記憶が未来を予測したり未来のことを思い描くということとどうも相関があるんじゃないかというようなことが見えていますでこの脳 がそのタイムマシン、過去とか未来に飛ぶというような働きを持つということを考えていくと、ですね、そもそも記憶って熱医学の単位法則とどういう関係があるのかって、根本的な問題に我々は思い至るわけなんですね。 で、えっ、ー、と、これはマクスウェル、ジェームス・クラーク・マクスウェルが1871年に導入した有名なマクスウェルの悪魔という思考実験ですね。つまり、機体があって、敷居があって、その真ん中に悪魔がいて、悪魔はその機体を見ていて、で、例えばですね、えー、この左のパーティションから右のパーティションに、えー、冷たい、えーとと、運動速度の短い、えー、低い機体が行くときに開けると。 逆に、えっ、ー、と、右側から左側に運動速度の高い気体が動くときに開けて、水害を閉じるというようなことをやってるとですね、えっ、ー、と、いつの間にか、その、えっ、ー、と、もともと均一だった温度が、えー、右側は冷たく、左側は暖かくなってくるんですけど、これは、えっ、ー、と、エントロピーは増大しないあ、エントロピーは減少しないというですね、熱力学の第二法則に反するんですね。つまり、デモンの知性、 何かを認識して、それで何か操作をするという、この知性があたかもエントロピーの減少を引き起こすように見えちゃうんですけど、どうしてこういうことが起こっちゃうのかというと、デモンですね、この悪魔の知性、インテリジェンスが熱力学的にコストがなくできるという前提があるからで、当然このデモンの熱力学のコストってあるわけなんですね。そういうことについて、いろんなことを考えたのが、 例えば、ジョン・フォン・ノイマンであるとか、ロールフ・フラ,ランダウワーさん、それからチャールズ・ H ・ベネットさんなんですけど、えー、有名なランダワ・リミットというのは、その1ビットあたりですね、えー、と、EL イコ、えール KB、ゴツマン定数ですね。で、T、絶、え、対、ー、温度、LN2、えー。これぐらいの、えー、と、エネルギーコストはあるんだよと。で、ベネットはさらにそれが本質的にはメモリーを消去するということに関係してるんだということを示したわけですね。で、僕はランダウワーさんには一応手紙が送ったことがあって、ランダウワーさんにあの、 えっと、大学に出るときにですね、一度手紙を送って、えっ、ー、と、当時、ランダーワンさんはですね、えっ、ー、と、IBM のトマス・ワトソン、えー、トマス・ジェファーソン、トマス・ワトソンリサーチセンターかなね、いらしたんですけど、いろいろ親切にいろんなことを答えてくださったことをよく覚えています。で、えっ、ー、と、まあ、この時間と記憶の関係というのは非常に不思議で、その、まあ、特に僕は記憶との関連で不思議だなと思っていることが、その五分仮説、あるいはその、 オンファルツ仮説と呼ばれるものなんですけども、えっ、ー、と、これはですね、バートラン・ラッセルって、まあ、私が一番尊敬するインテレクチャーの一人というか、まあ、えっ、ー、と、数学の基礎についての非常に優れた仕事もされましたし、それからフィロソフィー、哲,哲学ですね、分析哲学のエッセイもいろんなことを伺いましたし、本当に広範なことについて鋭い意見を表明し続けて、90歳を過ぎてそのデモをやってて、 あの逮捕されるみたいなこともやってて、非常に最後まで純粋でラジカルな人だったし、ビットゲンシュタインのお師匠さんでもあるんですけど、このバートラン・ラッセルは本当に僕は、えー、尊敬してるんですが、えー、そのラッセルがですね、まあ、有名なラッセルのパートクスっていうのをまあ提案したわけで、まあ、これは数学基礎論において、数学を集合論によって基礎付けを通るとですね、こういう非常に困った、自分自身を含まないようなすべての集合の集合っていうことを考えると、これが矛盾を生むと。ででもなんでこんななんんここととが問題なのかというとつまりその 数学を形式化して。 属す数、属さないとか、そういうなんか前企業と、全小企業とかね、そういうことをやっていくと、結局、あっという間にこういうパラドクスが生まれちゃうと、つまり、我々は安心して形式的な操作ができないってことを示したっていうことで、非常に重要だと思うんですけど、そのラッセルさんが、えー、提唱した、えー、まあ、5インテハイポセシスっていうのは、世界が5分前に、そのすべての記憶とともに作られたとしても、それ、を我々区別できないよねっていうのが、その5インテハイポセシスなんですね。ここれは記憶とということの 本質とすごく関わっていていじゃあ私この今レクチャーを今41分やってるんですけど皆さんこれをもし最初から聞いてるとすると、えー、その5分前にこのレクチャーをそれまで聞いた記憶とともに世界が作られたってことと皆さんが今まで経験してきたことは区別ができないんですかと。 でこれ、会議論の一つの考え方なんですけど、いや、区別できるような気がするじゃないですか、いやその区別が何に来るから来るのかというと、僕はそれは、えーえー、ベルグソンのです、ね、純粋記憶と関係していると直感してるんですね。で、この話というのは、オンファロスハイポティシスということと関係していて、これまた非常に興味深い話でしてね、えー、フィリップ・ゴスという人が言いまして、この人は、えっ、ー、と、先 1五5 7年にですね、ダーウィンの、えー、死の起源の2年前にですね、このオンファロスっていう本を書いたわけですね。これはどういうことかというと当時も化石があることは知られていて、で神がその創世域みたいな感じで宇宙を作ったということと、化石があるということは矛盾してるということは、まあ、死の起源以前にみんな気づいたんですね。でアダムのへその緒、このへそっていうのは、アダムはだって、えー、と神様に作られて作られたはずですから、お父さんお母さんがいるっていないはずなんで、じゃあなんで、 アダムにはへそがあるのかっていうことが問題だったんです、進学上ね。で、その時に、えー、いや、神は世界を作った時に、その世界があたかもそれまでも存続してたような記憶、記録と共に創造されたんじゃないかと。 これがオンファロトスハイポセシスで、オンファロスという言葉は、ヘ、え、ソ、ー、の王ですね。ヘソネーベル。えー、これのギリシャ語なんですね。ですから、このダーウィンの進化論が始まる直前にこういうことが言われたってのは、非常にその進化、えー、進化の起源、それからその社会科学の歴史においては面白いことだと僕は思ってるんですけど、 えーとまあ、時間について言えば、なんでわれわれは未来を思い出すことができないのかと、これはです、ねえー、と熱医学の第二法則によっておそらく禁止されてるんですけど、物理学の立場からいうと、別に未来のことを覚えメモリーで覚えていても悪くない感じがするんですね、ただそういうことがあると、自由意志との整合性がないと、えー、とつまり、もし未来のことを確定的に覚えているんだとしたらそれを、それと違うことを自分がやろうとすると、変なことが起こるじゃないですか。 だから、えっ、ー、と、記憶が、えっ、ー、と、未来についてないということと、獣医師が成立するってことは、ほぼなんか、イコールなんですね。そもそもじゃあ、記憶って何なんだろうと。このあたりについてはいろいろまだ考えなければいけないことがあるように、えー、私は思っています。